はい、SNS を使って実行犯を募集する手口による闇バイト強盗や、特殊詐欺が発生しています。政府は本年3月犯罪対策閣僚会議において緊急対策プランを策定し、各種対策を全力で推進してきました。本日の会議ではこの3ヶ月間プランに基づく取り組みが着実に進んでいることを確認いたしました。しかしながら強盗特殊詐欺の認知件数は昨年を上回るペースで推移しており、国民の皆様からはこの種の犯罪の被害に遭うのではないかという不安の声が今なお聞かれます。そのような不安や心配を解消していくために政府が一丸となって取り組みを加速させる必要があります。具体的には安易に闇バイトに加担すると重大な結果を招くことを周知するため、青少年への広報啓発を推進するとともに、実行犯を検挙し厳正に対処することにより実行犯を生まないための対策を強化することが必要です。谷国家公安委員長にあっては警察において徹底した取り締まりが行われるよう指導をお願いいたします。また関係閣僚にあっては青少年が犯罪に加担することを防止するための対策を加速させるとともに、高齢者等が被害に遭わないようきめ細やかな防犯指導を行うなど、高齢者等に寄り添い守る対策も引き続きお願いをいたします。さらに犯行ツールへの対策も不可欠です。松本総務大臣をはじめ関係閣僚にあっては関係業界と速やかに調整をし、各種契約等の本人確認の義務化や本人確認に際してのマイナンバーカードの活用を推進するなど、携帯電話等の悪用防止に向けた対策の加速をお願いいたします。良好な治安を確保し、国民の皆様の安全安心な暮らしを守り抜くことは政府最大の責務です。各閣僚にあっては国民生活の基盤である安全安心な日本を守り抜くため強い決意を持ってプランに基づく取り組みを徹底するようお願いをいたします。